はい、どうも皆さんこんばんは。ラファエルのセカンドチャンネル。ということで、今日のラファエルのセカンドチャンネルは、ラファエル、本当はこんなのやりたかってん、第3弾やっていきたいと思います。はい、ということでね、第1弾、第2弾、全然ね、好評じゃないんですよ。で、好評じゃない中で第3弾をやるっていうね、なんていうんかな、その、ちょっとカメラ読んだよ。やっぱりね、その好評だったんで、第、2弾やります、3弾やりますっていうのは、これもうみんなやるんですよ。これみんなやるんですけど、好評じゃないのにね、やっちゃうっていうところが、やっぱりその、好きなことして生きていく YouTuber 日本代表なのかなっていう感じですよね。今回ね、全然好評じゃないのに、やっていきたいと思います。ということで、また長くなっちゃうんで、もう10分以内に終わらせたいんで、またね、ちょっと僕が本当はこんなにやりたかっていうのは、もう全然収まりきらないです。第1回、第2回だけだと、全然内容が収まりきらないんで、本当はこういうのやりたかってん、ちょっと発表していきたいと思います。もうこれもね、やばいやつ、やばくないやつ、現実的にできそうなやつ、いろいろあるんですけど、まあ、順不動で、適当にバーンと考えた順で読み上げていきますので、これ最初に言ってきますね。これ面白くないっていうコメントするやつ。まあ、要は、批判コメントするやつ、必ず、じゃあお前が面白いと思う YouTuber の名前を絶対入れてくださいね。入れなくて面白くないだけで逃げるのはやめてください。必ず、こいつの方がお前ら面白いとか、俺のこの一言の方が面白いって一言つけてくださいね。ただ批判する、評価するだけで実績がないのに、ただそれだけで去るのはもうやめてもらっていいですか、そういうのは。ということで、いきます。事故ってエアバッグが飛び出、車ね、車の、事故ってエアバッグが飛び出すときに、出てくるのがエアバッグじゃなくて、びっくり箱のこのパンチのこういうバネのやつ。ちょっといきなり滑ったな。はい、次いきます。もうどんどんいきますね。クラッカー、火薬多すぎて鼓膜破れる。俺これ面白いと思うんですよ。何かにつけてクラッカー使うでしょ。あれ、火薬多すぎて、ちょっともう柄、ちょっと薄いガラスぐらいなら割れるっていうね。ちょっと滑ったな。はい、これも絶対面白い。ミッキーマウスボコボコにして顔さらす。これ絶対面白いでしょ。ミッキーマウスって、ぶっちゃけね。まあ、これあんま言いたくないですけど、ぶっちゃけ中に入ってるのおっさんじゃん。いや、おっさんだよ、あれは。若くてもうイケメンじゃないとかね。そいつらの、顔をボコボコにして晒すって。絶対やっちゃダメです。ミッキーマウス殴るってこと自体絶対ダメじゃん。次、ミッキーマウス着ぐるみの耐久性を見る。ミッキーマウスの着ぐるみに限らずなんですけど、まあ、今回ミッキーマウスなんですけど、着ぐるみってめちゃくちゃ分厚いでしょ。分厚い着ぐるみをバットで殴ったりなんかしても、全然実際大丈夫なんじゃないかと。下手な防弾チョッキより強いんじゃないかっていう限界シリーズを、ディズニーランドのミッキーマウスでやるっていうね。面白いと思うな。あとこれですね、ジャスティン・ビーバーの家に生卵を投げ続けて怒られるまでやる。これ面白いと思うんですよ。記事知ってる人は分かると思うんですけど、ジャスティン・ビーバーって隣の家に、ハリウッドで住んでる時に、隣の家に生卵を投げまくってっていうとちょっと炎上してたんですよね。本当にガキみたいなことやってて、まあ、それをジャスティン・ビーバーの家でやってみるっていうね。面白いと思うんですよ。あとこれ、これちょっと滑ってるな。ラファエロ、地下帝国を築く。公園の地下とか思いっきりリアルに穴掘って、麻薬カルテルのね、ボスとかを脱走さすときみたいにリアルに穴掘って、地下帝国勝手に築くっていうね。で、あとこれだな。お城に侵入してみる。お城って、侵入できないようにネズミ返しとかこういろいろなってたし、忍者がこう来てもここの穴から撃つとか、こういった柵で防止するとかいろいろあるじゃないですか。まあいろんなお城知ってる方は、まあ歴女っていうんですか、お城知ってる方とか詳しいと思うんですけど、あれを、ぶっちゃけ今の時代の装備なら簡単に侵入できるぞっていうのをやってみるっていうね。フル装備、今の現代のフル装備で、簡単に侵入してみるっていうね。あとは、スクランブル交差点、みんなで渡れば怖くないをやる。まあ、みんなで渡れば怖くない。よくありますね。信号無視するときとか、何かの物の例えで、それはダメですよっていうのはあるんですけど、それをスクランブル交差点でリアルにやるっていうね。バーって車行き交ってる中、普段こう、渡る人間、いきなり渡るっていうね。それでどうなるかってところですね。あとは、真剣白羽取り、できるやつ探す。できるまで探します。できるまでやりますから、こっちも。そういうことです。あとこれです。豆腐の角で頭をぶつけて怪我するまでやる。豆腐の角で頭をぶつけて、っていう、まあ、あるじゃないですか、そういう言葉って。まあ、豆腐の角で頭をぶつけて、怪我するまでやるっていうね。多分、だから10万個とか、下手すら100万個とか、投げ続けても、怪我はしないですよね。脳震盪だけで終わるかもしれないですね。それを、怪我するまでが、流血するまでやるってことですね。まあ、そういうことです。
あとこれ次のやつちょっともう、次のやつめちゃくちゃ面白いんで、ちょっと一回ビール飲んでいいですか。ビールじゃないわ。いきます。関西人乗りツッコミできないやつ全員東京に送る。まあ、あのね、東京の人って乗りツッコミとかしないでしょ。まあ、逆に言うと関西人しかしないじゃないですか。で、関西県にいるのに乗りツッコミできないやつ全員県外出すっていうね。これ面白いと思うんですよ。あと、僕住んでる名古屋、三大ブス、マジでブスだけにするっていうね。まあ、名古屋、まあ、三大ブスって言うんですけど、昔、江戸に可愛い人間を、まあ、この殿方とかに全部吸い上げられて、血筋的に可愛いのはいないって一応言われてて、まあまあまあ、実際どうかとは俺は言わないです。そこは俺も関西も知ってるし、大阪も知ってるし、自衛隊の時にね、全国回ったんですよ。僕、ほぼほぼ、修学旅行で沖縄も行ったから、ほぼほぼ全国僕回った部類なんですけど、まあまあ、それでね、全国見た中で名古屋がブスかどうかっていうコメント、あえて、それは控えますけど、それをリアルに本当にもう街中、石投げたらブスに当たるっていうね、ぐらいブスだけにするっていう。これ面白いと思うんですよ。あと、これですね。あ、これ俺好きだな。小学校のグラウンドの水はけを良くする。小学校のグラウンド、水はけを良くするっていうね。そういった工事を勝手にする。誰も気づかないっていうね。もう誰も気づかなくていいんですよ。これ勝手にやりますから、こっちで。新築にシロアリ放つ。これも面白いと思うんですよ。シロアリ、シロアリって家を食うとかいろいろ聞くし、シロアリ殺虫剤とか CM で見るけど、シロアリって見たことないですよね。俺ね、見たことないんですよ、シロアリって。白いアリなのかな、知らないですけど。で、それをね、家に、例えば1000万匹とか放って、家がどのぐらいのペースで潰れるのかっていうのを新築ね。で、それちょっと見ていきたいなと。これ面白いと思うんですよね。あと、各都道府県の言葉、使えないやつ多いやつ。さっきの関西バージョンなんですけど、各都道府県、東京の標準語以外っていうのは基本的に、都道府県だけで、まかり通って言葉ってあるじゃないですか。例えば関西なら、何々でしょって。ヒカルさんが昨日のサブチャンで俺に何々でしょって言うので、一般人が聞いたら、タメ口らしいんですよね。俺関西人なんですけど、あれって関西で敬語なんですよ。要はそういったご当地の言葉、関西弁なの関西弁とか、そういった言葉を、使えないやつは、その地元から全員追い出すっていうね。どこの言葉にも当てはまらないやつは、どこにしようかな。とりあえず石垣島とかにとりあえず集めます。一旦石垣島に集めます。そうなんです。まぁ、ちょっと話ずれるんですけど、何々でしょっていうのは、敬語なんでね。俺、名古屋に来た時に、一番最初に注意されたのが、先輩に、いやいや、それって何々でしょって突っ込んだら、それタメ口は良くないよって言われたのを、未だに覚えてますね。あ、そうなんだっていうのを未だに覚えてますね。はい、ということで次々行くんですけど、東京タワー、かわいそうなので解体してあげる。ぶっちゃけね、今東京タワーの代わりに、なんか立ってるでしょ？塔が。こういう塔が立ってるじゃん。あれでね、東京タワーってもう俺きついと思うんですよ。なんだったら、あれタワーが立つまで、スカイツリーが立つまで、東京タワーの見れる物件とかって俺おしゃれだと思ったんですよ。東京綺麗ですしね。ただ、あれが立っていこう。東京タワーの見れる物件に住んでるやつってちょっとダサくないですか？東京タワー窓開けたら見えるんですの物件に住んでるやつはダサいでしょ。本当にね、あの瞬間俺は時代が変わったなっていう瞬間をちょっと見たなって感じだな。本当に古くなっ、ものが、あるものが古くなった瞬間をこの目の当たりにしたなっていう、本当に衝撃的な瞬間でしたね。これ案外ね、気づかない人多いんですけど、東京タワーが見れる物件に住んでる人みんなダサいですから。あ、そういうことですね。なので、もう買えそうなので東京タワーを潰してあげる、解体してあげるってことですね。あと、矢沢永吉さん、神として登録する。基本的に、俺ちょっと矢沢永吉さんのこと存じ上げないんですけど、矢沢永吉さんって神っていう風に崇められてるっていう風に俺は聞いてるんですよね。なので、まあ一層のこと、まあキリストとかいろいろ神様がいる中で、矢沢永吉っていうのをね、商標登録というか、まあ登録してあげるって形ですね。はい。あと、枕叩き、枕投げ、枕叩きもしくは枕投げ、最後の一人になるまでやる。枕投げって修学旅行でやるのかな？ちょっとよくわかんないけど。それやるときに、遊び半分で面白くて仲良くてやるんじゃなくて、全員病院送りになるまでガチでやって、最後の一人になるまでやるっていうね。これ面白いと思うんですよ。あと、月はいらないと思うので、一層のことを爆破してみる。俺ね、太陽はいるよ。太陽ないとダメでしょ？で、月って、俺ね、意味がわかんない。月の必要性説明できる人、ちょっとコメントもらっていいですか？
長文もらったら、俺、ちゃんと納得したら返事返します。サブチャンネル返事返してないですけど、俺もね、結構宇宙ってね、結構詳しいんですよ、実は。詳しいんですけど、月っていらないでしょ。あれなんでいるの？あれがないと、例えば地球のこういった生、そうだな、なんかそういった生物の体系、あれが全部崩れるとか、そういった理由があればいいですけどね、太陽みたいに。月っていらないでしょ。だからもう爆発です。あ、 あと、地球と地球と太陽以外の、水金地下木土天なんとか、今可用性で違うんかな、それを全部必要ないやつ全部バカ、あの地球と太陽以外もういらないじゃん、ぶっちゃけいらないでしょ。いや、それを省くことによってその距離が詰まるっていうのはダメだよ。詰まるっていうのはダメだけど、いらないでしょ、あれもう住めないじゃん、火星とかには。まあ、そういうことですよ。あと、サハラ砂漠の水いっぱいにして、現地の人のリアクションを見る。まあ、これ面白いと思うんですよ。サハラ砂漠の、水、サハラ砂漠を水いっぱいにして、現地の人のリアクションを見るですね。まあ、なんかイメージですけど、大変そう。現地の人は困ってる。オアシスがあれば、あ、オアシスだってリアクションをする。だったら、もう、もともとあそこ海ですから、海にしてあげてのリアクションを見るってね。そっちはそっちでね、なんか嫌な顔すると思うんですよね。あと、親父が言ったら罰金2000円。俺、これはね、リアルに導入してほしい。今ね、外でタバコ吸ったら、罰金2000円でしょ？ダメなところですると。親父が言ってもね、罰金2000円ぐらい俺取ってもいいと思うんですよ。全員ね、1日上限なしで。10回言ったらもう2万だよ。それいいと思うんですよね。まあ、法律から作るですね。あと、政治家10年間密着。これ面白いと思うんですよ。あの、なんか、大家族密着みたいなシリーズで、政治家を、10年間、政治家になる前の大学の、まあ、法学部とかそのぐらいの時からずっと密着、官僚になる。そこからずっと。で、どのタイミングで不正に手を染めるのかとか、まあそういうのも全部密着。これ面白いと思うんですよ。まあ、これ現実的じゃないね。あと、あ、俺が一回やったシリーズで、アイドルいくらでホテル行けるか検証。僕これ素人でやったんですけど、これアイドル。例えばですよ、もうリアルに1億、もう目の前に積んでて、1億、もしくは、もうガチでね、一発で絶対 OK っていう額だったら、例えば10億とか、ないっすよ。ないっすけど、10億はさすがないっすけど、積んで、今すぐホテル行かせてくださいって言って、どうかっていうのがね。これ面白い、これ絶対企画的に面白いと思うんですよ。あと、Google の株 34% 保有する。あの、Google の株、YouTube はね、上場してないのかな。Google はね、海外の株は買えるんですよ。で、34% を保有すると、一般的に、まあ、物言いができる。わかりやすく言うと、物言いができるんですよね。その、拒否権とか、まあ、いろいろ、うん。まあ、34% 持つと、かなりの権限が持てるってことですよ。次です。Google の株 51% 保有する。あの、34% で 51% 保有すると、あの、経営権持てますから、51% 保有するっていうね。これ面白いと思うんですよ。間違いなく俺もトップ YouTuber になるでしょ。で、偽造救急車で、サイレン鳴らしたままどこまで行けるかやってみる。俺ね、これ本当に面白いと思う。サイレンって、あれってもう無敵じゃん。あの、鳴らしてる間って無敵でしょ。あれを鳴らしててどこまで行けるのかっていうのをやってみるっていうね。どっかであれおかしいなこれって止められたりとか、やっぱりその、あると思うんですよ、いろいろ。で、それをどこまで突っ切れるのか。じゃあ、あれと全く同じ車で加工してサイレン鳴らせや、高速もタダだし、高速乗ったまま、じゃあ名古屋ですけど、東京までノンストップで行けるのかっていう、下道でね、信号とかノンストップで。俺これ面白いと思うんですよ。犯罪だけどね。これ面白いな。ラスト2ぐらいですね。人工的にミッキーマウスを作る。これ面白いと思うんですよ。まあ今でこそまだダメですけど、そのネズミと人間でしょ、ミッキーマウス。ネズミでしょ、あれって。で、それを人工的に作ってリアルにミッキーマウスの人間を作るっていうね。実際気持ち悪いと思うんですよ、俺は。本当に。あと、あ、これ最後ですね。バリバリ営業ナンバーワンの OL 女性が、風俗嬢やったらやっぱりナンバーワンになるのか検証してみる。これめちゃくちゃ面白いですね。これは面白い。バリバリ営業ナンバーワンの女性はどこ行ってもいけるかっていうところで、風俗嬢やってもいけるかっていうところですね。多分いけると思うんですよね。マーケティングが100点なんで、そういう人って。バイ。